エヴァの中学社会歴史一問一答。今回は平安時代前編です。全30問。問題。794年、都をどこに移してから平安時代が始まった？答え、平安京。問題。奈良の平城京から京都の平安京へ都を移した天皇は誰？答え、桓武天皇。問題。征夷大将軍に任命され東北地方を平定した人物は？答え、坂の上の田村麻呂。問題。遣唐使から帰国し、京都の比叡山に延暦寺を建てた僧侶は？答え、最澄。問題。最澄が開いた宗派を何という？答え、天台宗。問題。遣唐使から帰国し、高野山に金剛峯寺を建てた僧侶は？答え、空海。問題。空海が開いた宗派を何という？答え、真言宗。問題。894年、中国の唐が衰退しているので、遣唐使の派遣を停止した方がいいと提案した人物は？答え、菅原道真。問題。学者として名高い菅原道真のことを邪魔に思った藤原時平はどこへ追いやった？答え、太宰府。問題。朝鮮半島では10世紀初めに新羅を滅ぼし、何が朝鮮を統一した？答え、高麗。問題。中国では10世紀初めに唐が滅び、何が中国を統一した？答え、宋。問題。他の貴族を退けて藤原氏が勢力を伸ばした方法は、娘を誰の妃にしたから？答え、天皇。問題。天皇が幼いとき、天皇に代わって政治を行う役職を何という？答え、摂政。問題。天皇が成人したら、天皇を助けて政治を行う役職を何という？答え、関白。問題。摂政と関白になって政治の実権を握ることを何政治という？答え、摂関政治。問題。摂関政治の全盛を築いた藤原氏の人物は？
答え、藤原道長。問題、藤原道長は娘を天皇の妃にし、生まれた子の何になって政治の実権を握ったか。答え、摂政。問題、藤原道長が自らの権勢を誇り詠んだ望月の歌とは？答え、この世をば我が世とぞ思う望月の、かけたることのなしと思えば。問題、摂関政治の頃に最も栄えた和風の雅な貴族中心の文化を何という？答え、国風文化。問題、国風文化では漢字を崩してできた何文字が発達した？答え、かな文字。問題、紀貫之らが編集した和歌集で約1100首が収められているものは？答え、古今和歌集。問題、平安時代最高の文学者だった紀貫之が書いた本は何日記？答え、土佐日記。問題、紫式部が書いた世界最古の長編小説は？答え、源氏物語。問題、清少納言が書いた春はあけぼので始まる日本三大随筆ともいわれる作品名は？答え、枕草子。問題、9世紀後半に描かれた日本の自然や身近な情景を題材にした絵画を何絵という？答え、大和絵。問題、中央では藤原氏が朝廷で高い地位を独占し、私有地として何を広げていった？答え、荘園。問題、地方を任された貴族は仕事をせず贅沢な暮らしをする者も多く、政治は乱れました。地方支配を任命された者を何という？答え、国司。問題、平安中期、乱れた政治による社会不安の中、阿弥陀如来に念仏を唱えて極楽浄土に生まれ変わることを願う信仰を何という？答え、浄土信仰。問題、京都の宇治にある極楽浄土を表現した阿弥陀堂の寺院は？答え、平等院鳳凰堂。問題、1053年、平等院鳳凰堂を建てたのは藤原氏の誰？
答え、藤原の頼通。お疲れ様でした。平安時代は藤原道長や紫式部に代表されるような華やかなイメージがありますね。次は平安時代後編です。ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価をいただけると嬉しいです。エヴァのいろいろ一問一答でした。